はいどうも、キックボチャンネルのキックでーす。キックボです。今日の車はシエンタですね。トヨタのシエンタ、はい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 、これも人気車種です。大人気車種、可愛いですよね。可愛い、そう、第一印象が可愛いです。なんかルノーのトゥインゴでしたっけ。はい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 、はいね、あれのなんかちょっとね彷彿とさせるデザインで、もともとファンカーゴから派生したモデルなんで。そうなんですね。まあそういう感じのデザインをね受け継ぎつつ、はいはいはい、天井高く、コンパクトに乗りやすくっていう車になってるみたいですね。でフロントなんですけど、結構ねなんかこうこの辺もねなんかちょっとフランス車っぽいですよね。本当だ、こういうところもね、うんうんうん、でもここはちゃんと塗装がねシルバーでしてあって、はいはいはい、おしゃれですね。でこのヘッドライトもねここがポジションで光るんですよね。へえ、おしゃれだと思います。でこれなんかオプションでアルミホイールにできるらしいんですけど、これは鉄鎮モデルというところでですね、あのホイールカバーのモデルですね。これがですね、カバーのモデルですね、うん、になってますという感じですね。でまあフロントドア、まあ、この辺もねちょっとフレンチを感じますね。フレンチを感じる、うん、ね、ライバルでしたっけルノーはね。そうですね。でドアも大きいですね、大きく開くドアで、でスライドドアも、まあ、これ電動なんですけどこれも大きく開きますね。あの天井高も高いんで、まあ、乗り込みはしやすいという感じですね。でリアのドアハッチバックは電動じゃないっぽいんですけど、はいはいはい、こういう感じで開いて、これも高さ十分ありますね。で後ろ広い、いや広いですね、広いですね。これ7人乗りなんですよ。はあ、このサイズで7人乗れる、うんうんうん、でこれちょっとね撮影するのにこのセカンドシートの下にサードシートが入る形らしいので、ちょっと片方だけその形にしといてもらいました、こんな感じでフラットになります。いやめちゃめちゃ広いですよね。広いですよね、はい、ただこれ見てもらうと分かると思うんですけど、3列目はねもうほんと子供用の補助席に近いかな。ちょっと大人が乗るには、まあ、多分体育座りになっちゃうし、そもそもねあそこの下に僕足入れないと座れないと思うので、ちょっと今回座るのは避けますが、そうですね、はい、そうですね、っていう広さ。お子さん乗せる分にはね、そうですね、ドリンクホルダーもちゃんとついてて、乗りやすいと思いますよ。だまあいざとなった時っていう感じですよね。普段はああいう風にしまっておいて、まあ、カーゴスペースとして使ってという乗り方がメインになるんじゃないかなと思います。軽いです。ドア、いいですね。まあ女性でも締めやすいんじゃないですかね。まあ一周回ってきましたけども、まあ非常におしゃれですね。最近の車っていう感じしますよね。今受注停止らしいので。それは人気で？人気っていうのもあるし、はい、ちょっと変わるらしいんですよ。あ、そうなんだ。それまでの間停止っていうこと。楽しみに待っていける。そういうことですね。はい。じゃあ中行ってみましょうか。はい、これね、まずドアなんですけど、まあ、おしゃれっすよね、こうファブリックでね。全体的にハードプラなんですけど、まあ、造形でちょっとおしゃれさ出してるかなっていう。で、まあ、ここはちょっと色変えてますね。そうですね、ツートンになってますね。うん、ツートンになって、まあ、ハードプラハードプラなんですけど、ね、で、ファブリックが入ってると。で、まあ、ウィンドウスイッチはね、ちょっとプラスチックで、加速とかついてないですけど、まあ、十分じゃないかなっていう感じですね。ちょっと乗ってみましょうか。はい、乗りやすいですよ。スッと乗れる。はいはい、はい、うん。はい、乗ってきました。はい、広いです。広いです、ね。もう一言目広いです。うん、もう何言ってここかね。そうですね。ここが広いですよ。クリアランスがめちゃめちゃ天井が高い。うん。でなんかこの辺もファブリック使っててね、おしゃれな感じは外装もそうなんですけど、内装もそうですね。おしゃれですよね。ちょっと輸入車っぽい感じはありますね。でここにこれ何入れるんですかね。よくわからない。そこにも入れるところがあるんですね、うん。ティッシュでも入れるのかな。本当だ。ティッシュボックス入りそうですね。すごい。すごい美瑛の人が乗るんですかね。これいつもね、もう運転手専用。俺は嬉しいですよ。すね、僕慢性美瑛なんで、すっごい嬉しいです。でちなみに、なんか女性メインで使う車って考えると、ここライトは欲しいよね。はいはいはい、なんでつけなかったんだろう。多分この車こそついてた方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。助手席つけんのかな。
ついてないですね、うん、いやいや、つけましょう、豊田さん、これ、うん、つけた方がいいですよ。で、まあ、ドリンクホルダーはいい位置にありますね、これ、エアコンの吹き出し口の前、助手席側も同じようにありますね。そうですね、うん、このドリンクホルダーの横にあるちっちゃい、これは何ですかね、指輪でも置くのかな、ね、不倫、小銭入れ、不倫、いや、こっちじゃないじゃないですか。もうちょっとコインあたりに、そうですね、コイン、コイン置き、コイン置きですね、はい。で、ここに小物入れと、ここドリンク入れちゃダメですよ、まあそうですね、斜めになってるから全部こぼれちゃう、うん、で、USB-C、USB-A で、A の方がこのディスプレイオーディオとつながるラインというところですね。で、ちょっとエンジンをかけて、ちょっと見づらいですね、この位置ね、もうちょいこの辺が良かった、うん、本当だ、そうですね、はい。で、エンジンをかけていくと、まあ7インチのディスプレイ、うん、TFT の、これは見やすいですよね。で、まあいろいろとクルーズコントロールだったりオーディオ関係、走行モード、その他メニュー、ね、この辺の設定ですね、車両設定っていうのができるようになってますと。で、あとクルーズコントロールが、こっち側ですね、はいはいはい、ついてますという感じですね。で、ここでドライブモードがパワーモード、エコモード、ノーマルモードですね。パワー、ノーマル、エコと、うんうんうん、はい。で、まあエアコンはこちら操作パネル、これはもう本当に見やすい高さ、見やすい画面、いじりやすいダイヤルと、うん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 、ちょっとこの辺のボタンがちっちゃいのは気になりますけど、まあでもそんなに頻繁に押すボタンではないと思うので、うんうんうん、ここのね、まず温度ですよね、ここも直感的にスッと触れる位置にあるので、これもいいなと思います。で、こちらですね、10インチでかい、なんでですか。そうですね、はい、まあ、シエンタとしては大満足だと思います、はいはい、まあ、ヤリスクロスを検討している僕としては、なぜ同じサイズの外観なのにこれにしてくれなかったのか、ちょっと本当に本気で聞きたい。ヤリスクロスはね、来ちゃいますよね、うん、はいはいはい、それがレクサスとの忖度なんだとしたら、ちょっと納得いかない。ああ、そこじゃねえぞと、うん、そういうことじゃないです。設定ぐらいはしてほしかった。はい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 、はい、うん、まあいいですよね。でもね、これね、これ多分あれじゃないですか、確か、ヘイトヨタ、おお、うん、これがいけるようになったと。なかなかね、いい子ですね。いやいや、できないでしょう、普通に話してましたからね。もう一回切っときましょう。すごい、はい、対応するようになってるというところですね。ここね、ボイスコントロールができるので、まあ便利になりましたっていうところですね。で、まあシートもね、ちょっとおしゃれなファブリックのシートで、丈夫な生地を使ってますし、硬さもちょっと低反発感がある固めのシートっていうところで疲れづらい、十分です、うん、ギュッて沈み込んじゃうことはない、うんうんうん、で、まあパワーシートついてないので手動になりますね。で、シートポジションちょっと高めで、まあこう座ってもここがあんまり浮かないぐらい高めのシートポジションですね、はい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 、どっちかっていうとワゴン車に近いポジションになっているので、うんうんうん、乗り降りがしやすいのはありますよね。そうですね、アイポイントも高めだし、さっき乗った時にちょっともしかしたら映ってたかもしれないですけど、スッと乗れる高さですね。そうですね、こうよっぽらしょって上に登るっていうよりは、そのまま横スライドでスッと乗れる高さなんで、まあ、お子さん乗せるにしても、お年寄りが乗るにしても非常に乗りやすいんじゃないかなと思います。じゃあ後ろ行ってみますか。はい、わ、これスムーズでしょ乗るのがね。で、これ今一番後ろに下げてるんですよ、うん、スライドついてるんで、はいはいはい、十分ですね。いや、広い、うん、ちょっとね、これ後ろに下げて乗ってたんですけど、で、結構角度もついてるんですよ、うん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 、だから本当はもうちょっと前だと思うんですけど、もう十分な広さありますよ。そうですね、そうですね、うん、はい。で、これもね、シェードついてますね。本当だ、もう最近はもうこのシェードがつくのが当たり前なんですかね。みたいですね、もう標準っていうぐらいみんなついてますね。ね、でもランクルついてないんですよ、なんでやって。なんで。まあその辺もね、なんかね、 LX との忖度感じましたけど、まあ、うん、なるほどね、いいでしょう。で、まあウィンドスイッチがここについていてで、運転席の後ろだけなんですね、この USB-C が2口ついてますね、
助手席側はついてない。だからここを使って2人充電しましょうっていう感じですかね。タクシーですからね。うん、はいはい、まあでもついてるのはすごくいいのかなと思いますね。でエアコンの、うん、ないですね、うん、エアコンは前から来るのを待つとそういうことですね、いうタイプになりますかね、はい、でなんだこれはオプションですかねなんと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 ですよ、これにもついてんだ、リアエンターテイメントシステムがついてると。いやーこれもまたお子さんは嬉しい装備ですね。これはお子さん喜ぶ装備ですね。でこれね逆がいいんだよね。そうですね、これなんか傷つきそうで怖い、まあなんか何ですか、保護フィルムでも貼って、ね、はい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 、傷つかないようにするっていうのはちょっと必須でしょうね。マスク。でちょっとねこれヘッドレストが低いんで本気で乗るなら上げとかないと、はい、こんな感じで上げとかないと、うんうん、これねあのちょっと前に出っ張るタイプのヘッドレストなんで、お子さんサイズになってるのかな。あの大人の僕が座るとねもうなんかマッサージチェアみたいな感じですねここでコリコリやってもらうマッサージチェアみたいな感じで、はいはい、あもしかしたら結構気持ちいいかもしれないです、うん、いやいいですよ。もう広さは十分、ヘッドクリアランスも十分、うん、まあ、乗るときにヘッドレスト上げれば、うんうん、ここも気にならない。そうですね。で、まあ、今日ちょっとねかなり西日が眩しいんですけど、うん、今これのおかげで逆光を避けられるっていうぐらい ね、 はい、あのシェードも効いてますし、なんとリアエンターテイメントもついてると、ここはまあオプションだと思いますけどついてると、これは満足度高いですよね。この価格、この車格の車でもこういう装備がついていて、うん、この広さがあって、いざとなった時に子供の友達とかも送っていけて、はいはいはい、さらに3つ目か、そうですね、そうパパとしての株も上がるとでキャンプとかにも行けますよね、荷物結構詰めるから、うん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 、うん、この広さは売れますよ。いや本当ですね、うん、これ荷室が低いんですよね、荷物いっぱい乗りますよね。乗る乗る、すごい。ちょっとねこの窓のね小ささだけがね、うん、前に比べると後ろの四角がちょっと大きいのがね気になりますけれども、まあでもそんなにネガティブな要素ではないかなと思います。十分な広さがありますね、うん、電動もいいですね、うん、もうこれだけですもんね、スッと乗り降りしやすいですよね、うん、ここの高さがあんまり変わらないんですはいはい、前に戻ってきました。はい、シエンタいい車です。いや弱点がないっていうのは、うん、こんなにも快適なんですね。そうですね、うん、本当そう思います。まあ試乗しても弱点がない、うんうん、内装外装も弱点がない、うん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 、いい車ですね。際立ったものがない、弱点がない、こんなに強いと思わなかったですね。いや本当ですね、本当ですね、うん、でもまあ際立ったものっていうか広さで言ったら本当に際立ってるかなと思いますね。そういう意味ではそうですね、十分広いし、うん、ね、オートハイビームとかもついてるんですね、うん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 、ちょっとねこれはね多分オプションで付けられるんだと思うんですけど、あのパノラミックビューモニターが付いてないモデルだったので、はいはいはい、うん、付けた方がいいですね、うん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 、パノラミックビューモニターはこのサイズでだったら付けた方がいいです。あのバックカメラはついてるんですけどね、あのバックカメラはついてるんですけど、これだけだとねちょっと四角が多い車なので、はい、背も高いしね、はい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 、ちょい不安ですね、うん、それはつけた方がいいと思います。なるほど、それはオプションでつけることができる。そうですね、うんうんうん、はい、できるのでつけましょう、うん、つけた方が乗りやすいです絶対。でシートヒーターついてました、ステアリングヒーターもついてました、うん、シートヒーター、ステアリングヒーター、あったか装備、女子には優しいあったか装備もついてます、うん、これは買いです、今買えませんが、はい、マイナーチェンジというか良くなるらしいのでそれを待ちましょう。そうですね、うん、いやー車庫足んないですねそうですね、うん、欲しい車いっぱいですね、欲しい車だらけになっちゃいますねこう車のチャンネルって危険ですね、うん、やばい、はい、というわけで、トヨタの人気車シエンタ、もうヤリスクロス検討にあたって絶対に見たい車というところで、うんうんうん、今回、内外装ですね見ていただきました、いかがでしたでしょうか。
今回の動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。